くアニソンを聞くと心の旅ができて、あの頃小さい頃リアルタイムで見ていた、アンド中学生になって改めてアニソンにハマって毎日部屋で引きこもって歌ってたとか、大人になってもあの時歌ってたなとか、自分自身の見えてた景色もだけど、その時代の空気感とか、そしてその色褪せないんですね。80年代とか70年代とか、その時代もう二度と手が届かない場所だけど確かにあった、そして色濃く後に影響を残してくれたあの頃っていう世界に包まれることができる、本当に何もかもの原動力です。もちろんこうセーラームーン世代でもあるんですけど、クリーミーマミちゃんの楽曲もそうだし、あとは80年代のアニメのエンディングのこう切ないエモさが大好きですね。そのアニメを見た、もし見たことなかったとしてもアニメソングがその世界に誘ってくれて、なんだかこう泣きそうになるんですね。熱い曲でも悲しい曲でも優しい曲でも、この曲好きってなったらずっとずっと聴いてます。絶対アニメは子供たちがワクワクするもの、そして子供の頃にもらった勇気を持って大人になった時にもまたいつでもあの頃に帰れるっていう、そんな魔法であること、そして世界をつなぐツールである素晴らしいこと、やっとこう時代が追いついてきて、でさらに100年後はもっと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 アニメが、アニメソングが身近で、そしてみんなが通じ合えるものになってるんじゃないかなっていう希望を抱いています。